ははい、えー、どうもこんばんばポポンプグニャンラジオですということで、まあ、やっぱりね、もう、えー、明日一日で、まあ、北海道ごく補選の、まあ、選挙運動というのがですね、まあ、終わると、まあ明後日はです、ね、まあ、その運動はできないんですけども、も、まあ、投票の呼びかけはね、できると投票に行ってくださいと、まあ、それはできるんで、やっ本当、最後の最後までね、えー、諦めないで、えー、頑張りましょうということを。 え、お伝えしたいなと思うんですけども、やっぱりね、えー、やっぱもう今日一日のニュースとか見てても、やっぱりね、まだ接戦だと、えー、まだ勝負は決してないっていうのが、えー、僕の見方というかですね、えー、まあ他の、あの、新聞とかね、ニュースでも接戦だって書いてるんで、これはね、本当に、ひょっとしたら、 池巻さん、池田巻さん、行くかもしれんなというね。えー、そういう気がね、しましたね。特にね、やっぱその、北海道5区っていうのは、あの、今、今民進党ですね。民進党と共産党合わせたらですね、まあなんとか行けんこともないなっていうね、えー、区ではあるんですよね。ただやっぱその自民党も町村さんが亡くなっての弔い合戦と。 えー、っていうことで、まあ普通、まあ自民党なんかも勝手当たり前だと思うんですけども、それがまあここまで野党がですね、今民主党から民進党になってですね、まあ共産党も出てきてね、うん。で、まあこの、えー、 民進党と共産党がですね、まあ、協力することを自民党は批判してますけども。んで、まあ、民進党もちょっと嫌がってんのかなと思ったら、えー、さっきですね、この TBS のこのニュースの動画見てたらですね、いや、実はと。民進党の安住国対委員長ね、安住淳さんね、ほは結構ね、すごいご機嫌なんやなと。 やっぱりね、こなんていうんですかねあの、その辺はやっぱ考えてるなとん。やっぱりね、民進党と共産党がタッグを組む。 とえー、強いなということを安住さんが言ってると。すごく顔もね、あの、ご機嫌だと。蓋開けたら固まると、ものすごく強いねと言ってると。まあ、それで、えー、そこからですね、接戦に持ち込めてると。安住さんは見てるっていうことでね。まあ、そういう数字も出てるんでしょうと。えー、だつい先日、えー、ツイッターで見たのはですね、自民党の独自調査ではですね、えー 自民の、えー、和田さんと、えー、野党統一候補の池田真紀さんの差がですね、2ポイントだという情報が流れてました。まあこれでも審議不明なんですけども。まあだからそれぐらいの、えー、大接戦、5ポイント以内のね、接戦なのはね、やっぱりね、この幹事から見ても、えー、今日1日でも、 北海道国補正のニュースいろいろ見てたり、また情報とかもですね、えー、見てるとですね、やっぱりね、そういう感じからも、僕の、えー、感っていうか、うまあ雰囲気から見ても接戦だなと思ってしまいますね。だから、やっぱりその、えー、まあ今日はもう、えぇ、ー、もう8時過ぎたんで終わりましたけども、明日1日ですね、選挙運動できるんで、まあ本当にね、まあ、頑張ってくださいと。 えー、いただいた情報によれば、電話がける、電話ね、えー、もうちょっと、えー、頑張ってやってほしいと、拡散してほしいみたいな情報もいただいたりね。まあ、それは昨日ツイッターに変えたんですけども。んやっぱりね、いや、いける。いけるでと、これ。えー、この、勝てる選挙になってるんじゃないかなと、僕は思いますね。んただやっぱりその、 なんで、もうこれで勝ったというあれじゃないんで、まだ負けてると。えー、まだ明日一日の頑張りで、えー、追い抜けるかどうかっていうね。うん、本当にもう大接戦。えー、自民の方がちょっとリードかなと。今、現時点でね。うん、まぁ明日頑張れば抜けるんじゃないかというね。そういう感じが、えー、民進党の安住さんの顔を見て、 僕は <laughs> 思いましたね。かなりね、ご機嫌やなと。うん、やっぱり野党共闘、えー、ね、これやっぱり強いなと。うん、まあ自民党は攻撃しますけども、まあだからその辺もね、やっぱり民進党、まあ共産党も考えてるのか分かんないですけども、だから女性ね、山尾しおりさんとか、蓮舫さんとか、えー、民進党と、あと共産党のね、え神、ー、さんっていうんですか、 っていう方は、揃い踏みするんですよね。だから女性議員では揃い踏みさせると。ただ、党首レベルでは、えー、揃い踏みしないっていうね。まあ、その辺はね、うまいこと考えてのちゃうかなって、えー、見てて思いましたね。だからそれはいいと。だからその、あうんの呼吸っていうのがあればですね、僕はいいと思うんですよね、この野党共闘ね。うん。そういう意味でね、決してね、あの、 仲悪くないなと。まあ、それいろいろあるでしょうけどね。うん、でまあ、とにかくね、これは、あの、頑張ったらいけるえ。自民党の下村博文さんがですね、まあ、これ TBS の動画見ててね、応援してるの見たね、いや、普通は、末ったまで浸透したら普通は圧勝する選挙だよねと、と、ね。すっごい渋い顔してるのを見ても、これ見てもね、いやー、 やっぱり勢いはね、池巻、池田巻さんにあるんじゃないのかなと。えー、っていうね、うん、だからネガキャン的な記事も今日なんか出てたりしててね、あの情報っていうかね、いや、そっから見ても、やっぱりね、接戦やなというふうに僕は感じました、えー、個人的に。だから、いける、えー、いけるから頑張れと。頑張りましょうと。 えね、電話のかける人もね。うん、まあ街頭もね。うん。いや、僕はもう一つ思ったのは、岡田克也さんがね、岡田党首がですね、あの、千歳市に行ってるんですね。えー、あと、エニワも行ったんですかね。自衛隊の駐屯地のあるね。あ、まあね、それはやっぱ他の数字がね、僕自民党の買ってるとこですから、千歳、エニワ、言うたらね。うん。 でそこに投首がい民進党の党首が行ったっていうのもね、これもね、おっきいな。他のとこは結構言い数字出てんのかなと。で、まあ、代表伝、えー、勝敗を決するのがですね、まあ、四分の一の有権者、北海道国のね、占める厚別区であると。まあ、これはもう変わりない。だから、こう、頑張りましょうと。うん。で、僕はいけると思う。 あの、思いますねで。投票率が、ただやっぱり投票率、えー、60%を超えないと、えー、これちょっと難しいんじゃないのかなと思いますね。うん。でも投票率が60%を超えると、本当に池田真紀さんの、えー、価値が見えるかなと。うん、ただ60%はある50%、50%が55%やったら、 えー、ちょっと厳しいかなっていう感じなんで、やっぱ盛り上がらないとね、えー、やっぱ難しいかなと。うん、で盛り上がりはできてると。えー、この、安住さんの、えー、顔を見たらね、とにかくね、今日は安住さんの顔につきますね、これ。あの、TBS のニュース動画見てくださいと。うー、ん、いけますと。えー、ね。まあ、ちゅうことで、えー 今日はこの辺でいつもありがとうございますということで。さようなら。バイバー